熊本県菊陽町にある JR 原水駅。普段は静かな無人駅だが、朝は乗客であふれる。バスが走る先にあるのは半導体受託生産の世界最大手 TSMC の工場。2024年末に稼働し出荷を始める。しかし投資額1兆円を超える巨大プロジェクトの裏側で半導体産業の成長を左右しかねない課題が生じている。日本全体がですね、急激に半導体に携わる方の人材不足というものが顕在化されてきました。大幅に足りないと思います。大幅にですか？はい、若い人たちに、それを引き継ぐラストチャンスだと。デジタル機器や自動車の頭脳として情報処理を担うロジック半導体を作る TSMC の工場。周辺にはソニーグループや三菱電機など半導体関連企業の生産拠点が集まる。 TSMC 進出と歩調を合わせるように日本企業の投資も活発だ。東京エレクトロンやソニーグループのほか、マイスティアなどの地元企業も生産や研究開発の拠点を新設・増設する。 TSMC を代表とする半導体関連の設備投資による熊本県への経済波及効果は10年間で10兆円を超える。九州全体や山口・沖縄両県を含めると20兆円に達する。 TSMC 進出は金だけでなく人も呼び込む。菊陽町や周囲の自治体では住民が増えている。人口減少が進む日本では珍しい地域といえる。菊陽町の隣の大津町を訪ねると、こちらの物件が今年の秋、9月10月ぐらいに完成の予定にはなっております。11階建てで、世帯数の方が約90世帯、間取りの方がワンルームから 3LDK まで、単身用からファミリーまでの複合タイプの賃貸マンションですね。サプライヤーだったりですね、含めますとやっぱり数千人の方がやっぱり入ってきてますので、この賃貸の需要と供給のバランスっていうのがですね、まだ供給のが追いついてないっていう形になりますので、家賃もどんどん右肩上がりに上がってますね。菊陽町近辺では商業施設やホテルなどの整備も相次ぎ、地域経済を盛り上げる好循環が生まれている。熊本市内の焼き鳥店、台湾などからの顧客で連日にぎわっている。これ这个不就是沙瓦吗？是吧？不是。那无酒精的。抽的。对啊。来葡萄气泡酒。可以啊。那就比较久了，都无酒精才。台湾の屏東ですね。多分聞いたことないと思いますけど、一番南の方ですね。熊本結構台湾人多いので、みんな なんか 歩いながら台湾人会ってとか挨拶するとかもありますね。お客さんは結構増えてますね。その工事関係者であったり、その台湾の方だったり、やっぱ前に比べれば増えてますね。客足は好調な反面、苦労もあるという。スタッフの確保は非常に難しい状態ですね。なかなか募集してもその募集通り来ないとか、やっぱりだから人伝えで紹介していただいたりとか、そういう感じで人を集める感じですね。やっぱり
人手不足は飲食店を含む幅広い業界に広がり、熊本県の最低賃金898円を上回る求人が目立つ。人材確保は半導体産業にとっても大きな課題となっている。